はい、始まりました。ダウトの野良猫 TV 第7回、始まりましたが、なぜ俺一人そう思ってる方が今たくさんいらっしゃると思いますが、本日まず最初のこのコーナーは神谷先生のアドリブ歌謡ショーから。はい、というわけでね、早速歌いたいと思いますんで、今日のタイトルの方を募集したいと思うんで、皆さんどしどし今コメントで書いちゃってください。神無って噛んでないですよね。噛んでないよね、うん、はい、来てます。いっぱい来てるね。メガネ、青りんご、水着、コーキコーキ、晩ご飯、ピッコロ、網タイツ、学ぶ、いっぱい来てます。さあ今日はどれにしましょうか。何でもいいですよ。何でもいいですか。どうしよう、じゃあ、あ、ちょうど五月病って今もういいねん、病はいいねん、もう五月病っていうのが今入ってきたんで、はい、ちょうど今月5月なんで、まあもう5月ですね、はい、ちょうど季節にぴったりかなと思うんで、今日はタイトルの方を5月病でいきたいと思います。はい、では早速いきたいと思います。光先生お願いします。お願いします。体も心もだるい、あのこともなんだかしっくりこない。どうしようこの恋を、君が僕から離れてく。ワン、ツー、スリー、フォー。ヘイ。もしも僕の願いが叶うなら、僕は今すぐ足にキャタピラーつける。無難にシーザーサラダを頼むやつ、それでいい、無難でそれでいい。えい、ラチャホレ、ワチャホレ、ダウトだよ。ラチャホレ、ワチャホレ、野良猫 TV。 ラチャホレ、ラチャホレ、始まるよ。イエーイ。はい、はい、始まりは神無のアドリブ歌謡ショーからでしたが、他のメンバーを登場してもらいましょう。どうぞ。拍手。はい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 。いや、わちゃほいでしたね。いやー、わちゃほいでしたね。なかなかわちゃほい。はい。はい、始まりました。ダウト初の冠番組、その名もダウトの野良猫 TV 第7回。いやー、びっくりしましたよ。神無、はい、ちゃうんで神、神々やったから。そう、足の意味の神無やった、ね、大事なところをね、自分の名前噛むってね。いきなり神無ぞって言って。ぞ。いや、でも最後のワチャホイエンディングですか。ワチャホイ、あれは僕はオープニングですね。あ、オープニングですね。そう、あれはちょっとね、あれもうちょい長くて。はい、まず第自己紹介をさせていただきます。はい、ダウトのボーカルのコウキです。今日はもうお腹いっぱいですけども、はい、ここからですね、
最後まで見れば、うん、ふふんふなことがありますので、少ない1時間ですけども、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ベースレイカです。よろしくお願いします。はい、ギターのヒカルです。見てますか？よろしくお願いします。はい、そしてドラムの水瀬です。よろしくお願いします。はい、ギターのミキです。今日も頑張ります。いい声、いや、はい、すごいですね。これ見てる皆さんは今日はどこから見てらっしゃるんですか？なんかですね、どこから見ていらっしゃるんですか？なんか、富山、水戸、広島、鹿児島、アジアっていうのもシンガポール広いの、すごいね、いろんなとこから、わちゃほいですね。皆さん、野良猫 TV 楽しみにしてましたか？してましたかい。これで楽しみにしてなかったって言ったらちょっと悲しいけどね。わちゃほい。してる。俺さっきの行動はどうしても聞きたくなっちゃいましたよね。何が？ギターの後で教えてください。あれ。あ、全然全然。あれを弾けば、いつでもわちゃほい。わちゃほい。わちゃほい弾けるよ。だからね。はい、そんなダウトさんですね、先日5月20日に、渋谷オーエストで、フェスタ日本ツアーファイナルを迎えました。はい、はい、ありがとうございます。で、ツアーのなんか思い出話とか、なんかいろんなところでもう話しちゃってるけど、うん、そうなんですよね。ありますか？ちょっと話が長くなってしまうかもしれないんですけど、うん、そう、結構短めに言いますよ、うん、猫の話なんですけど、前日にですよ、寝なあかんなと思って、寝ようとしたんですよ、12時に寝ようとしたんですよ、そしたら、野良猫いるんですよね、家の近所に。で、喧嘩が始まったんですよ。で、猫ってね、にゃーのイメージじゃないですか。喧嘩の時って猫って違うんですよ。にゃーっていう声なんですよ。いや、まあそうなんですよ、そうなんですよ。それで、要は、皆さんも聞いてたんですけど、同調するんですよ。喧嘩の猫ですから、にゃーん、にゃーん、にゃーん、3匹はいらない、3匹はいらない、っていうね、うるさくて全然寝れなかったっていう話なんですけども、すごいのがね、猫って結構、猫ってね、結構逃げるでしょ、で、結構アンジェルとか行くでしょ、でも喧嘩の時は周りを選ばんね、本当にね、こんな柱の3メートルぐらいのところでにゃーんって言い出したら、多分これなんやお前みたいな、なんや悪いみたいな、威嚇してんだ、威嚇、それが1時間半ですよ。寝れるか、長っ、OK、みたいな。はぁ、ここの話していいかな、はい、ツアーの話じゃない、ツアーですよ、ツアーの話です、ツアーファイナルの前日ですよ、寝たいのに寝れなかったって自宅でなんかさ、違うよ、もっとツアー中の話をしなさい。いや、これね、営みだよって書いてるんですよね、要は猫さん同士の、ね、交尾だと違うんですよ。その後ね、結局結果があったんです。ミーからの、ミー、ドンで終わったんですよ。ドンで終わった、ドンで終わったんですよ。ドン終わりだったんで、結果喧嘩ですね。いざあなたできますか？何ができる？要は1メートルの幅で、もう下30メートルぐらいのところで喧嘩できます？できませんよ、人間ですもん。でしょ、まず、ひとまず場所を変えようってなるでしょ。もうデスマッチですね、そこまで。そうそう、猫って場所選ばんなっていう話ですよね。はい、はい、ツアーです、ツアーの話です。毎回アンコールで、僕今回ちょっとね、挑戦したことがありまして、普段僕あんまり大声出さないんですけど、そのアンコール来てくれたこのファンの子は知ってると思うけど、アンコールでちょっと叫ばせてもらうっていう。なんて叫んでたの？え？なんで叫んでたの？そら、掛け声。そこミャーって言えや。今リアルダメだし。もう今日ちょっとヒカルさんの心配率悪いですね。すいませんね。いいですよ。そうですね。まあツアー中、まあいろいろ話してますけど、はい、今回はもう本当ね、どこの各地も行けば待っててくれるみんながいて。うん、
でもライブもすごい熱いし、で、あれですね、やっぱアンコール、うん、アンコールあるじゃないですか、はいはいはい、の時の、最初俺出て、映画出て、はい、なっちゃほれ、なっちゃほれ、なっちゃほれ、はい、はい、なっちゃほれ、はい、話しにくいよこれ面白い、面白い、これ聞いたら、面白い、これ聞いたら、でもわちゃほれ、わちゃほれツアー中にあの始まってから各会場行くたびにあの行くごとにあのやっぱこう変わっていったんですよ、うん、進化していったんですよ、はい、ツアーもツアーもね、はい、うんうん、もう今の台無しだわせっかくいいこと言ったのにそう、うん、ああなるほどね、そうツアーファイナルオーイーストはいかがでしたか、伊吹さん。ツアーファイナルオーイースト、うん、楽しかったですいや、あの、あれですよ、あの2階席に、うん、あの関係者の方々がいっぱいいたじゃないですか、はいはい、で、それであの、まあ、最前列にいる関係者の方々がすごい乗ってるのを見てすごい楽しくなりましたね、うん、なん、ソングフォーユーだっけ、はい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 、みんながさ、こうパッパー、パッパーって言ってで、びっくりしたのが、こうパッて見たら岡野さんまで言ってたね、だけですか、うん、いや言っちゃえば三三並び同士もしてたし、ね、鬼門ですげえ乗ってましたからね、すご、うん、かったね、はい、後期が 和装で演歌がニュースになってた、あ、そうなんですね、うん、まあ別にダウトなんですけどね、うん、あの要はそのニュースになってたじゃないですか、うん、なんですけども、なぜか4枚ぐらい写真あったんですよ、うん、なぜか1番目の写真がデカデカと、あのあえてレイカがさ、あれやったらっつってやった話じゃないですか、うん、あの演歌ってね、うん、それが一番なんかフューチャーされてた、そうだね、はい、わっ、俺かい、俺かい、あー俺かい、振ったのに、ね、いや、わちゃほい行く前に水瀬に行ったカメラワークが俺じゃなかったはい、そんな興奮冷めやらぬ中ダウト次のライブはアジア行きます、おお、はい、行くか、ダウト自作自演海外ツアーフェスタアジア、日程は6月22日ザ・ウォール・台北、はあ、6月23日ザ・ウォール・高雄、はあ、で6月24日が香港、はあ、3連チャンですね、はい、うん、おー、行ってきます、マジか、うん、3連チャンか、うん、なんでワンマン3連チャンか、いやでも1年ぶりやからね、ちょっと楽しみだね、うん、そうそう、香港も初だね、香港も初だ ね、 確かにジャッキーいるかもしれない、ジさらに、ファンクラブ限定ライブ、すべてのダウトマニアに捧ぐ夏の祭典、はあ、FC ジパングスペシャルズ祝1周年記念4大都市洗脳サマーツアーダウトコレクション2012開催です、よっしゃー、洗脳、はい、まあ要するに FC 限定ツアーです、はい、8月8日渋谷オーウエスト、8月10日ナンバロケッツ、8月12日博多ドラム B1、8月14日名古屋やエルフィッツオール、はい、4カ所で開催いたします、うん、お、うん、もうね、これね、あれなんですよ、その全てのダウトマニアに捧ぐっていうところがもうポイント、うん、はいはい、貴様この曲知っとるかいってことです、あ、うん、おー、どんだけね、ダウトのことをね、そうそうそう、知ってくれてるかっていうね、はい、傷ついた俺にフォローミーですよあー、これはさあ、この曲分かる人がどれだけいますかってことなんですよ、分かる人いる、この今の曲、はい、書いて書いて、でかい誰もおらんが、誰もや逆に俺はフォローにされてるあったあったあった、あ、正解、そうそう、こちら平成ですよ、最後の晩餐ってこれ今 BGM でかかってるとかね、はい、そういうよういうようなね、うん、はい、マニアさんにはもう持ってこいな、うん、そうですね、はい、で、ファンクラブ限定といえば、6月にバスツアーも東京と大阪で開催します、はい、はい、で、この今野良猫 TV を見てくれている方の中にジパング会員の方がどれだけいるかちょっとアンケートを取ってみて、なるほどね、あ、聞いてみたいね、うん、お、触った、1、はい、もちろん、2、いいえ、3、悩んでます、うんうん、これちょっと気になる、気になりますね、これさあ、この集計がね、ではまあ集計の結果まではですね、皆さんにはですね、あのわちゃほいの方、あ、来ましたね、あ、来ました来ました来ました、あ、来た、悩んでるって、あ、悩んでるって、
水瀬さん、悩んでますって。悩んでる。悩んでますよ。そんなもんね、これをね、これを聞いてまだ悩むかっていう。はい、ね、意外にしてくださいよ。はい、そうですよね。これを聞いてまだ悩むか。これでね、みんなジパング会にやってもらえると思います。 そしてとどめは年末です。これ一番重要です。はい、ザ・フィスアニバーサリーイヤーに花咲かすためにダウトと D アウトが手を組んだ極上のダウト愛を込めて全身全霊でお送りする見納めのドリームマッチ、題してザ・フィナーレ。場所は12月30日にですね、国立代々木第二体育館でやります。はい、体育館ですよ。体育館ですね。ずっと体育館でやりたいって言ってたじゃないですか俺。はいはいはい、ついに叶いましたね。いやでも楽しみ。なんか広いじゃん。はいはい、からいろんな演出が可能になったりする、ね、もう一個ぐらいバスケットコート置いといてええんちゃうかと思いますからね俺は。あ、もうそこでこうバスケもできますよと。それはフリースペース的な。そうそうそう、フェスとかよくあるじゃないですか。あるある、やっときながらバイクとかやったりとかあるじゃないですか。あ、そういうのね。フェスなのかこれ。ある意味フェスです。まあ、ダウトとDアウトが、はい、ね、あ、そうですね、はい。で、なんとそれだけにとどまらずですね、リリースも決定しております。なんと8月15日、はい、ミニアルバムですね、ハイカラ決定です。ハイカラーと書いてハイカラーですね、これ。そうです、3パターンが出ますけど、すごい長いのでオフィシャルホームページをチェックしてください。お、うん、簡潔に言うと和食版、洋食版、中華版の3タイプですね、うん、で全6曲収録されております。どうですかこの作品。いやー、もう今レコーディング入ってるじゃないですか、うん、すごい楽しみですよね。なんか、うん、ダウトらしい、なんかすごい色濃い作品になってるんで、またミュージックにポンとは違って、うん、そうだね、うん、なんか新しいチャレンジもありつつ、そのあれですよね、洋食と和食と中華っていうその3つのコンセプトもすごい面白いなと、うん、それをどう表現するのかはね、お楽しみ。そうですね、この文字だけじゃなくて、まあビジュアルもぜひお楽しみにっていう感じですね。はい、ではここらで一曲聴いてもらいましょうか。はい、ちょっとハイカラのお話しといてちょっとあれなんですけども、はい、まだダウトはミュージックニッポンモード全開でございます、うん、はい、ダウトでミュージックニッポン。はい、ダウト、あ、本当だったっすね。ダウトでミュージックニッポンを聴いてもらいました。はいはい、そして今日はなんとこんな企画をご用意しました。題してダウト&ダウトファンへ送るラブレター。おー、なんこれや。愛する人をね、もうすでにたくさん聴いていただいて、はい、歌詞も評判が良くて、はい、まあ、作詞頑張った俺としては非常に嬉しい。ゼロよ、意見ゼロよ。選んでくれてありがとうございます。そうそうそう、いや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 、ゼロゼロゼロ、俺の意見ゼロ。でね、歌詞カードが、愛する人はこういうお手紙風になっているわけですよ。見えるかな、ね、俺がちょっと徹夜して書いたんですけど。あの子に直筆ですね。かわいいね。直筆、直筆ね。あ、直筆です。実質って、はい、そこで番組ではこの愛する人の歌詞カードにちなんで、ダウトとダウトファン同士の愛を確かめ合うラブレターを募集しました。おー、したねしたね、はい、お、そしたらですね、ちょっとこれが全部ではないんですけど、もうこんなに
作品いっぱい来てますね。これが一部なんですよね。そうです、あとこれの30倍ぐらいしてるって噂です。嬉しいね、うん、ありがたいですね。で、このお手紙を早速ですね、はい、ダウトをメンバーに読んでいただこうかな。なるほど、はい、思いました。はい、なんでちょっと今のところ発言回数の少ない伊吹さんに読んでもらいます。伊吹さんに、はい、これラブレターなわけですよね。そう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 。じゃあ、あれ先輩、伊吹先輩、私の思い受け取ってください。ありがとう読んじゃっていいですか。もう読んじゃいますか長いね。長い。長いね、これ。すごい長い。これ全部読まなきゃダメですか。結構じゃ早口で噛むまで言ってもらうと。噛むまで。これはちょっとね。はい。じゃあ、いくよ。じゃあ、ペンネーム、エリツインさん。エリツインさん。気持ち込めてよ。気持ち込めて。こんにちは、大久保さん。もう一回いいですか。はい、どうぞどうぞ。こんにちは、ダウト大好きなエリツインです。私がラブレターを送る相手はダウトの皆さんと私と同じようにダウトのことが大好きな皆さんです。まずダウトファンの皆さん、今回のツアーファイナルで鬼門の時などに私は何回か転げてしまいました。その時に優しく手を差し伸べてくれた大丈夫ですかと声をかけてくださったりとありがとうございました。本当に優しくて、泣きそうになりました。また一人でだ、ライブに行っていって言っていた私と一緒にダウトについて語ってくださった方々、寂しい気持ちが嘘のようになりました。ありがとうございます。はい、はい、ね、なんでね、はい、いっぱい綴られておりますよ。はい、はい、嬉しいですね。そう、はい、ファンの子同士が仲良くしてくれるのってすごい嬉しいですね。そうですね、はい、助け合いだ、じゃあ次は光に渡して何ですか。光る？ん？はい、これ。あ、どうしたの？一応読んで。え？ツンデレ。ツンデレ風だ。ツンデレ風だ。あいつ、あんな…こんばんは。愛する人という素敵な曲をファンの一人として受け止めることができたのを本当に幸せに感じます。今年3月4日の5周年記念祭のライブに行きました。Song for You というダウトの皆さんからの愛のこもった曲をメンバー皆さんそれぞれの声で聴きながら、自分の中からダウト愛がどんどん湧き上がってくるのが分かりました。涙が出ました。終演後まず頭に浮かんだのはダウトに出会えて本当に本当に良かったという思いです。そしてダウトを教えてくれていつも一緒にダウト愛を捧げている友達の感謝の思いでいっぱいでしたが、うん、ゆか、まさみ、いつもありがとう。ここに宣言します。何今のゲス笑いお前いや、なんかすごい友達に向けて私はここに宣言します。私は生涯ダウト愛を貫きます。おー、嬉しい。ダウトの皆さん、いつも幸せをありがとうございます。引きつけてありがとうございます。引きつけてくれてありがとうございます、はいはいはい、ダウトを選んで間違いなかったです。大好きです。ありがとう。はい、うん、嬉しいですね。嬉しいね。じゃあその Song for You の光のとこ歌ってあげないじゃあ、うん、せっかくやしね。あれその、うん、いいですよ、アカペラで。アカペラ。いつもうまく言えないけど。はい、じゃあ次はミラセ。はい、ミラセさんですか。はい、お約束ですね。そういうことかい。なんだ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 よろしく。呼んでやるよ。いや、ガチよかった。どういう設定これは。これが一番面白かった、この負けるのが。はい、じゃあ読みます。インストアイベント参加しました。
私は錦糸町のあってぶりライブツーショット撮影会の方に参加したのですが、一緒に行く友達がいなくて一人で寂しくライブの開始を待っていたら、大学生の2人組が話しかけてくれてすごく嬉しかったのです。ああ、ダウトファンの方々はなんて優しいのでしょうかと思いました。ライブとツーショットももちろん楽しかったのですが、そのお二人と一緒にダウトについてたくさん話せたりでき、すごく楽しかったです。いい思い出ができました。というこちらもダウトを通して、こう友達が増えたんですね。うん、嬉しいですね。いいですよ。ありがとうございました。はい、じゃあね、もうこんないっぱいあるんでいっぱい紹介したいんですけども、はい、はい、ちょっともうお時間がないと思いきや、おあなたに、まだ誰が渡すんですか。じゃあ自分あれもう用意しなかったから私ですね。すごい感情込めて読んでみた。感情すごい込めて、うん、OK、うん、ライブお疲れ様でした。おかしい、違う感情が通ってる。違った英語にしてたけどね。違う感情です。あ、そういうことじゃなくて、こういうことじゃなくて、ライブお疲れ様でした。娘とも、どもおい違うわ。違う、お父さんからじゃないわ。あ、じゃあ女の子、ね、女の子ね、はいはい。はい、ライブお疲れ様でした。はい、娘ともども初めてライブに行かせていただきました。かっこいい曲はもちろんのこと、懐かしさを感じさせる曲、聴き入ってしまう曲、演歌などバラエティ豊かで時間が経つのを忘れるほど楽しかったです。コキさんの MC も誠実さがひしひしと感じられて感動しました。12月30日のライブにも娘と絶対に行きます。いつまでも応援し続けますので頑張ってください。ん、どうした。ね、なんでいや、ちょっとそういう風になった方がいい。あ、演出ですね。はい、演出です。はい、俺はもう一緒。最後、玲香さんが読みましょうと。じゃあ、なんか渡してじゃあ、おー、一塁走者のコーキーリード、あ、欠席バック何です。設定めちゃめちゃでも面白かった。嫌いじゃない。いいと思うよ。あ、これはい、じゃあ読ませていただきます。はい、ダブの皆様、スタッフ様、お疲れ様でした。札幌公園に行きました。初めてワンマンだったのですが、めちゃめちゃ楽しかったです。ダウトを好きになるきっかけになった曲も生で聴けて本当に嬉しかったです。その日初めて会った方も一緒に喜んでくれてすごくほっこりしました。あと推しが半端なかったですが、後ろの方が大丈夫ですか、辛かったら言ってくださいってしきりに聞いてくれて、当たり前のことだと思うんですが、こちらもほっこりしました。最後もお疲れ様でしたって周りの方と言えて、ダウトファン温かいなと思いました。ダウトなまら大好きですとのことです。ありがとうございます。なまらいうことは場所は北海道ですか。札幌公園です。やってた。聞いてたらわかる。嬉しいですね。うん、はい、ではそんな愛の詰まった一曲、ほ、聞く、アイスの前に、うん、なんかあれ番組のスタッフさんから何これ、知れ知ればってんラブレター、ほ、手つけたような、なんでしょう、はい、もう嫌な予感しかしないですけど、あの名シーンをもう一度、曲紹介の前にメンバー一人ずつサイレント愛してるよ言ってください。と、おぉ、サイレント愛してるって、あの PV のね、一番最後の映像ですよ。はいはいはい、あー、はい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 、何を言ってるかね、ちょっと、はい、これを生でやると再現する、まあ、PV も生でやってますからね。そうですね、はい、
じゃあ、誰か行きます？誰か行く？あの、要はサイレント愛してるでしょ、うん、光と愛してるって言ってんじゃないですか。言ってない。あ、光越しましたね、うん、いや、あれ言って言ってません。言ってません。2文字ですか？あなた、あなた愛してるの2文字で言えるんですか？いや、あれは僕のフィルターを通した言葉なんです。最初クキって言ってる。クキじゃねえよ。ニラが取れへんって言ってる。違うわ。ニラじゃねえや。ニラが取れへんって言ってる。じゃあそのフィルターを通してなんて言ってる。はい、ではお願いします。ではまずヒカルさんの方が、はい、サイレント愛してる、はい、3、2、1、どうぞ。はははそういうこと、そういうことでしょ。そういうことです、そういうことです。いやいや、趣旨は合ってますよ、うん、全然合ってます、うん、はい。クキって違うわ違うわ。ニラじゃねえよ。次順番的にはミナセか。はいはい。俺結構そのままでしたから、ね、はい、はい、まあ、そのままになるんですかね。はい、行きましょう。じゃあ皆さん3、2、1、どうぞ。タイに行ってる。ちょっと面白い。後から来るな、これ。ボディーブローのように後から。はい、はい、次は次誰だ。次自分。あ、俺か、うん、これ何父だっけ、うん、いや、やりましょうかね。はいはいはい、行きますか。はい、皆さん3、2、1、どうぞ。カレーパン。カレーパン。食べたかった。カレーパン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 ね。じゃあ、いっちゃいますか。はい、じゃあ、行きましょうか。いいですか。いいよ。大口さん、お願いします。はい。3、2、1、ドン。なんか出た、なんか出た、なんか出た。おかしい、おかしい。やった、一番やったらダメでしょ。今ちょっとね、乱れてたんで。あ、ほんとっすか。よかったよ。よかった、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 よかった。あ、ガス。はい、じゃあ次行こうに。はい、何ですか。まあ、要は大取りですからね。はい、ない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 、え、ない、え、なに、うん、どうした、なに、見えた、見えましたよね。いやいや、あ、もう、じゃあもう一回、もう一回、もう一回ですね。はい、すみません、じゃあもう一回いきます。静止画にしか見えない。はい、行きます、行きますよ。はい、行きますよ。じゃあ、ちょっとちゃんと、ちゃんとやって、3、2、1、はい、3、2、1、はい。はい。はい。はい、そんな愛する人、どうぞ。はい、どうぞ。怖い。あ、本物だ、本物。はい、ない、さっき何だったのあれ。はい、いや、あなたがね、いきなり大鳥とか急に言うから、もう頭が真っ白になった顔ですよ、あれは。上がっちゃいました、ね、上がりますわ、上がりますわ。させん、させんね。はい、じゃあ、はい、気を取り直して、はい、次、またコーナーを設けました、私たち。愛する人にちなんでやってみたことなわけですけども、先ほどのコーナーをですね、例えばまあ半ば、まあ、スタッフさんの指令、はいはい、ということで、ここからはさらにダウト赤面企画が用意されております。題して、素直になれないあなたへ刺さるダウト的甘え方講座。イエーイ。恥ずかしい、私毎回こうやってなんか、あの、恥ずかしい思いをたくさんさせられてるような気がするんですが、これは、いや、いいじゃないですか。スタッフさんがダウトをいじめたい。いや、でもあれでしょ、あの、素直になれないあなたへ捧ぐですから、別に恥ずかしくない、私たちがお教えするわけですから。レクチャーですね。レクチャーですからね。ということは、これであなたもモテ女ということですよ。そうです。はい、では始めましょうか。うん、こう、始めます。始めましょうかね。はい、では、まあ、女性役、男性役が必要なわけですよ。はい、そうですね。誰いきますか、女性、男性。でそこはもう、あの、うん、レイカさんの厳選な抽選結果で決めてもらって構わないですよ。ほ、うんと、まあ、いいですよ。
なんかね、どうしようかな。俺、女性役を、はい、大体こう、決まるじゃん。決まるじゃん。大体決まりますね。あえてのとこで、はい、いぶき、お女性役。女性役、いぶこちゃん。いぶこちゃん。はい、いぶこちゃん。で、はい、男性、光る。男性光る。おお。で、やってみようか。おお。男性役。はい。うん、素直になれない、あなたにこうしたら素直になれますよっていうね。あー、なるほどね、はい、いいですよ。設定はどうします？設定は…決めてください。設定じゃあ募集しますか。はい、じゃあどういう設定かっていうのをね、うんうん、でもだってあるじゃないですか、私学生の子が多ければ学校のシチュエーションでやった方がいいですし、まあいろいろありますよね、その職場だったり、学校だったり、あ、星空の公園の下、文化祭、体育祭、放課後、結構学園ものですね、皆さんが好きなのですね。学園ものですね。わ、うん、かりました。はいはい、じゃあ、せっかくなんでですね、はい、文化祭にしましょうか。うん、はいはい、はい、はい。OK です。OK です。では、はい、これを始めるにあたってですね、どうしてもやらなければいけない儀式の方がございます。そうですね。はい、そうですね。はい、はい、ということでですね、はい、じゃあ素直にないな、あなたへの捧ぐ、ダウト的甘え方講座ですね、始まります。ではミュージックスタート。ワン、ツー、スリー、フォー。あるあるありますよ、これであなたもモテ女。あるあるありますよ、これであなたもモテ女。はい、ここはですね、はい、学校です。文化祭の方がですね、はい、文化祭も終わりました。好きなクラスの男性と、はい、共同生活や共同作業、はい、もう今日で終わり、また喋る機会がなくなっちゃう、うん、ここしかない、今日しかない、そんな放課後の一コマ。ひかじろくん、お疲れ。ひかじろくん、学園祭終わっちゃったね。終わっちゃったね。なんか寂しいね。寂しいね、もう、うん、いぶこさ、ほんと。あれ、まゆみじゃん。お疲れ、もう、お疲れ、もう。メイド超可愛い、これ何。いやいや、もう、最近のデコメ、私。デコメ？デコメよ。私も使ってる。デコメ使ってるの？何よ、女の話に入ってこないでよ。掃除してきてよ。何よ。待って。そう。広がりすぎ。まず出てきちゃダメでしょ。高校の2人のストーリーだから。確実にハイゴレイみたいな人いましたから。残念だとハイゴレイだから。確かに意地になっちゃった。これはもう確かにハイゴレイでしたもん。これはそもそも一回そうなんですよ。これはそもそも素直になれないのはどっち側なんですか。女性側ですよ。まあ女性目線でしょ。じゃあ、OKOK。 はい、何様だ。じゃあテイク2スタート。健康学校。いやー、文化祭も終わっちゃったね。あ、ひかごろくん。おい、どうしたん。文化祭終わっちゃったね。終わったね。お餅美味しかったね。お餅美味しかったね。いぶこはほんとね、もう焼きすぎ、餅。いやー、どんだけ焼いてんの。私、焼かないと食べれない。レア食べれないの。ああ、まあ分かるけど、分かるけどね。うん。ひかころくん。何？私、ずっとひかころくんと一緒にいて、うん、こう、楽しくて、なんか、ひかころくんのこともっと知りたいなっていう、思ってて、うん、だから、だから、うん、もっと私と一緒に。何私と一緒に。奥歯痛い。ごめん。どうして。はい。
はい、こんな感じですね。終わりだよ。こっからでしょ。じゃあ今のポイント教えてもらえますか。あのですねてか素直になれないでしょ。素直になれないでしょ。素直になれないです。人見知りですよ多分。いや、よくあるじゃないですか、小学校の時にね、うん、こう好きな子に好きやけどいたずらしちゃうとかあるでしょ、うん、そういうことですよ、人見知りなわけじゃないですよ、うんうん、全世界の引きこもりの人たちに謝れお前は。あ、どういうこと。いや、俺そもそももしかしたらこの企画の趣旨自体はあんま分かってなかったで、そもそもポイントはこっちですよ、聞くのが間違ってますよ。あなたですよ。そう、どっちかっていうと、そう、女性だよ。だから今の、こっからですよ。こっからちょっと、うん、そういうストーリーが始まるわけですけど、そもそもなんで逃げた。もう吐いたかった仕切り直し。じゃあのね、監督が悪い。あ、俺キャスティングが悪い。キャスティングがめちゃくちゃ悪いですわこのドラマはね、ちょっともう打ち切りですよ。2% ぐらいや。2% ぐらい。2%ぐらい。じゃあ選び直しますわ。じゃあそんな言うんだったら、はい、じゃあ女性役みなせ。うわぁ、初めてですよ。大抜擢ですね、初めて、はい、ヒロイン役に主役ですね。男役はじゃあコウキ。うわぁ初めて。何が何で女側のリアクションで、じゃあ設定の方、設定の方ですね。はいはい、老夫婦。老夫婦でいきましょうか。老夫婦の夫婦の時点でもう素直になっとるだろう。まあいやはい、じゃあミュージックスタートしましょう。はい、行きますから。はい、行きます。ミュージックスタート。1、2、3、4。あるあるありますよ、男心をつかみましょう。あるあるありますよ、これであなたもモテローバー。モテローバー、どうぞ。いやあ、腰が痛いわい。みなよさん、みなよさんじゃないかい。はいはい。飯はまだかの。おじいさん、飯はさっき食べたばっかりですよ。かまぼこ食べたでしょう。そうだったかの。ばあさんや。なんでしょう。話は変わるけども、はい、飯はまだかの。おじいさん、さっきご飯は食べたでしょう。そうだったかの。空が綺麗じゃ、なんで最近東京タワーが2本立っとる。そういえばご飯はまだかの。ばあさんや、はいはいはい、ばあさんや、はい、もう10時じゃ。もう寝ましょうか。たまには一緒に寝たいの。ばあさんや。おじいさん、ボケもひどいよ。たまには。はい、終了。おかしいでしょ。赤とんぼもいらない。終わってるから。終わり。もう言いなさいよ。そういえば赤とんぼ最近見ないですよね。なんも、レクチャーだよ。え、レクチャーだから、素直な気持ちで、たまにはばあさんが寝たいの。こう、そういうね、素直なね、さらっと言ったでしょ、会話の中でね、その、さっと言ったでしょ、うん、そういえばぐらいの感じですよ、味噌汁ぐらいの感じで言ったでしょ、うん、さっぱりした感じでね。でしょ、そこですよ。何回も飯はまだかまだか聞く割にはそういうとこはちゃんとできる。そう、しっかりいたら、そこも意外とパチパチしてるんだったね。そうそう。あ、よかったよかった。じゃあ参考になりましたか皆さん。
あるわけねえよ。楽しんでいただいたみたいで、まあライブとかでもね、我らに対してこういう素直な感情来てくれたら俺らもうウハウハなので。そうですね、うん、決してあれですよ、ほのぼのした、うん、老夫婦を私たち演じたわけなので、うん、決してね、馬鹿にしてるわけではないですよ。このほのぼのとした、そういう時間の流れがいいなっていう。知ってますよ。いやー、わかるわかる。ですよ。知ってます。はい、楽しかったです。な、みなよさん。あ、みなよだって。みなよです。はい。はい。まあ、こんなことやってますけどね、俺ら本職はバンドなので、その本職の方を見てもらいましょう。ダウトでドーピング。ダウトでドーピングを聞いていただきました。はい、はい、では早速エンディングももう近づいてまいりましたので、そうですね、はい、お知らせを、はい、また改めて、はい、はい、したいと思います。まず一つ目、フェスタフィフィスアニバーサリーアダウト自作自演海外ツアーフェスタアジア、ほっ、台湾、香港を回ってきます。そして2つ目、ファンクラブ限定ライブ、すべてのダウトマニアに捧ぐ真夏の祭典、ほっ、祝1周年記念4大都市洗脳サマーツアーダウトコレクション2012。君の元へ帰ろうかな。何の曲か分かるか、この、いや何の曲だ、何の曲だ、言ってみろい。3秒以内に言ってみろ。3秒以内、いいでした。はい、そして3つ目、8月15日に、ミニアルバムハイからリリースされます。はい、もうちょっと、多いです。さらに、思い出港町、はい、チャクータ&チャクータフル、ドワンゴで6月1日配信決定しました。やったー。むしろしなかったのかいみたいね。そう、してなかったことに初めて気がついた。そうなんです、ね、なんですけどもね、なんと購入者特典として先日のオーイーストで話題になった後期の着物姿を待ち受けにした思い出港町後期バンガサ着物姿待ち受けをプレゼント。おお、いや、そうなんですよね。ね、レイカーの、ね、思いつきで設定は決まったんですけど、ね、結果写真一番でかく使われてるでしょ。もうこれに関してさ、はい、要は他の4人関係ないからね。そうですよ。ん、何を言うか、みんなで作ってみんなでレコーディングした曲だろうが。はい、あ、もうちょっと上を。はい、詳しくはオフィシャルホームページで、いろいろと発表するので、そちらをチェックしてください。そうですね、好奇心のみんなは必ずダウンロードよろしくねと。そうですね、ということです。はい、いや、言うてもそうですけども、1位になっても好奇で出ないですからね。まあ、そうです、ダウトですからね。はい、ダウトファンはね。そうですよ、そうですよ、うん、ダウンロードしてください、はい、で、以上ですか。はい、以上で終わりですか。もう、はい、はい、あっという間の1時間、ね、はい、だと思うなよ。おお、え、だん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 、ずっとね、意味深なことを俺は言ってたんですよ、このね、さようなら、ま、よくぞ、よくぞ、よくぞですね、ここまで見てくださった。もう脱ぐよ、俺。あ、はい、放送事故です。はいはいはい、要ね、もうね、ここでね、はい、この3300ね、もうよくぞ、ここまで待ってくれました、はい、実はフフフと言ってたのは訳があるんです。ここで見てくれた方だけに最高のスペシャル映像を用意しました。どう、なんとこの前ね、フェスタ日本終わったばかりの渋谷オーイスト、うん、そのツアーファイナル渋谷オーイストのダイジェストの映像を今ここで見せちゃいたいと思います。あの興奮をもう一度。早くね、早くね。だからね、見てない、来れなかった子も渋谷オーイストのその熱いあれが一緒にね、体験できるんですよ。で、来た子はまた思い出が蘇る。つい4日5日前ですよ。すごいな、それは。そうっすよ、うん、ついこの前の、うん、はい、なのでですね、皆さんですね、
ぜひともですね、もうこれスペシャル映像なんで、ぜひとも見ていただけたらなと思います。では皆さん準備はいいかな？おうよ。では渋谷オーイストのツアーファンナイです、どうぞ。どうだったかな、一番に来たのはいぶきに会いたい。はい、はいね、これで DVD にしてほしいっていう声がそうす、ね、たくさんありましたけども、はいはい、これあの、8月15日に発売される、ハイカラの、はい、和食版、洋食版に付く DVD に入るとか入らないとか、そうすね、はい、もうあのもうちょっとちゃんとしたボリュームのやつが、そうす、続きはこちらの方で、うん、はい、見ていただければと思います、はいはい、そして、はい、最後に改めて告知しておきます。はい、フィフスアニバーサリーイヤーに花を咲かすため、ダウトとディアウトが手を組んだ極上のダウト愛を込めて全身全霊でお送りする見納めのドリームステージ、タイトルはザ・フィナーレ。日程と場所は12月30日日曜日、国立代々木競技場第二体育館開催されます。はい、はい、でこれがあの今現在 FC ジパングでですね、第一次選考を受付していまして、はい、そうなんですよね、うん、なのであのファンクラブに入ってくださってる方はですね、あのぜひともですね、はい、来ていただきたいですし、あのファンクラブに入ってない方でもね、入ってこう申し込み、もちろんねその一般もあるので、うん、それでもいいのでですね、今年最後の締めくくりをですね、はい、みんなでダウトと一緒にですね、あの過ごせたらなと思うわけなんですけども、もうとんでもないことになります、これ多分。そうですね、あの、うん、ダウトとね、ディアウトの方で、あのまあ言ってもずっとやりすぎてもどうかなっていうのがあるので、うん、あのまあこれを一つの区切りとして、はい、またね、いつやるかわかんないですけども、うん、あの最後のお祭りにしたいと思うので、はい、あの、ね、この来場、今見てくださってる方が全員来ればあの簡単にソールドアウトしてしまうんですけどそうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。では本日の、野良猫 TV いかがでしたか皆さん。うん、あのはちゃめちゃで楽しかったですよ、うん、僕は本当はちゃめちゃだった、はちゃめちゃだったよ、今日は。相変わらず散らかしたね、うん、はちゃめちゃさせてもらったねこの散らかしたね、もう散らかして散らかしてでも楽しかったです、僕は。よかったよかった。みなさんは？はい、そうですね。いつも最近エンディングで歌の方やってたんですけど、今日オープニングっていうね、うん、今日変わった始まり方だったんで、また今日は今日で、すごい楽しい番組ができたと思います。歌ほれ、わちゃほれ、らちゃほれ、おい。らちゃほれ、らちゃほれ、わちゃほれ、おい。早く次に回してね。怖いなギター持ってたら、はい、はい、ファイナル以来にこうあのみんなの前に出るんですけど、すごい楽しかったです、また早くみんなと会いたいです。はい、今日はあの、うん、本番の何分前、5分前ぐらいに今日司会やってって言われて、もう台本俺そんな普段読んでないんでちょっとビビったよね。今日はいいんです、今日はちょっとフリースタイルでいきたいなと思って、うん、結果、うん、順位させていただきましたよ俺は。本当、はい、はい、だいぶ俺もう俺多分基本の試合がこうだったからね、わかるでしょ普段の気持ちがね、うん、分かったでしょ背中丸まってた、うん、あれでもまあ楽しかったです、すごい。またね、来月とかももしできたらさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。最後、後期。はい、ということでね、久しぶりの野良猫 TV だったんですけども、こうやってですね、見てくださってる、心待ちにしてくれてるみんながいるのもすごい嬉しいし、俺も今制作活動中なんですけども、こうやってね、みんなといい息抜きができて、また明日からのですね、ハイカラの制作にですね、打ち込めます、まあ、夏も含めですね、今年、代々木第二体育館へ向けて突っ走りたいと思うので、共にですね、ダウト、あ、もうちょっと左ダウトの方ですね、年寄り扱いすな、はい、ということで共にですね、ダウトを盛り上げていきたいなと思います。はい、はい、ということで今日みんなどうだったでしょうか、楽しんでいただけましたか、うんうん、はいはいはい、うん、
しかった。嬉しい嬉しい、うんうん、ですね。はい、はい、はい、じゃあまたですね、はい、来月ですよ。来月なんと、はい、うん、次回は、はい、野良猫 TV は、うん、台湾から、うん、生放送できそうだったらしちゃうかも。マジで。ということです。台湾からもしかしたらだよ、まだわかんないから。これはできそうだった、もしかできそうだったね、すごいね、そうだ。ということです、はい、以上野良猫 TV でした。またやるわ。 What's the hoy? 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 What's the hoy?